美咲ありがとう、ノンありがとう、みんな拾ってくれてありがとう。あー、女に生まれてよかった。どうも、効率的な仕事ぶり、充実した私生活、キャリアウーマンです。独り身で寂しい働きウーマンのみんな、自分から狩りに出ないと男できないって思ってない？じゃあ質問です。花は自分からミツバチを探しに行きますか？探さない、待つの。味のしなくなったガムをいつまでもいつまでも噛み続けますか？新しいガム食べたくない？男はガムと一緒、味がしなくなったらまた新しいガムを食べればいい。だって地球上に男は何人いると思ってるの？探しに行かない。